今日のご理解です。池上金光大臣三好よりご理解第77節。人の悪いことをよう言うものがある。そこにもしおったらなるたけ逃げよ。陰で人を助けよ。大坪総一郎氏身にご理解より。拝み合い、助け合い、いざない愛の世界を広げていくのが信心であってみれば、人の悪口など言うたり聞いたりする暇はない。肉の耳で聞かず心の耳を持って聞けば、陰で祈らずにはおれぬ。私の師匠大坪総一郎氏の第一にユニークな教えは、成り行きは神様の御働きと活発されたということだと思います。そしてまた、私の願いが成就していないときは神様の願いが成就しているときといういただき方です。ありがとうございます。